庭かは。確かここには非常時に使う抜け道があったはず。どうするのです。ツルクヘを殺してしまうなんて。このままでは戦争になってしまうわ。今は御身の安全だけをお考えください。数が多すぎる。あれ、変なところに出ちゃった。レオン、はよ展開。ここはどこだろう。俺が知るわけがないやろ。外に出てみれば。なんや、えらい騒ぎになっとるし。とにかく早く父さんを探そう。レオン、ラルフ、父さん。親父、一体何があったんや。詳しく話している暇はない。早くこっちに来て殿下をお守りするんだ。なんや、どえらいことになっとるようやな。とにかく早く助けに行かないと。マム様、マム様、マーシア、ここよ。マム様、よかった。今助けに行きますからね。貴様ら、絶対に生かしておかん。さあ、早く抜け道に入るんだ。国王夫妻以下、主だったものは全て捕らえました。殺せ。よろしいのですか。今より全ての人間に対して宣戦布告をする。なし尽くせ。全ての人間を根絶やしにしろ。父さん、これからどうしよう。ひとまずカシムの村まで戻ろう。他に方法もない。これは。そんな。誰かいないか。カシム、ノーラ、カリン、なんということだ。父さん。貴様らは、村の人々はどうしたのだ。まさか、貴様ら。you
リーダーか。カシムの息子の家へ行ってみよう。誰もおらへんな。あれ、マーシアさんは？敵が来ないか空から見張るって。そうですか。今、何か物音がしなかった？この下や！その下は、確か食料を貯めておく倉庫になっていたはずだ。よっしゃ、開けるで！ラルフ、気をつけて。ハリー、カリー、もう大丈夫だ。だから教えておくれ、一体何があったのだ。変な人たちがやってきて、ママとパパが。ダメだ、奴ら完全に周りを取り囲んでる。あなた、早くカリンを地下室に。カリン、これからママの言うことをよく聞いてね。ママ、今からこの地下室の中に隠れてるの。たとえ何があっても出てきたり声を出してはダメ。パパとママは？一緒じゃなきゃやだ。後からすぐに行くわ。だからね。そうか、カシノーラ。ねえ、ママは？パパは？あんたが悪いんやない。だってあんたは無実なんやし。そうだ、悪いのはアビーさんを殺したやつで。違う、私があそこで逃げ出さなければ。そない言うたかて、逃げ出さへんかったらあんたが殺されてたんやで。それでもいいの？たとえ濡れ衣でも、そうしていれば父様も母様も町の人たちも殺されなかった。親父、これからどうするんや。こうなってはヨークに向かうしかないだろう。ここにいてもただ殺されるのを待つばかりだ。王子様、ファムはどうするの？私も
ヨークに行くべきだと思います。バースオークの生き残りとしてこの危機を伝えねばなりません。ヨークって確か仲が悪かったのと違うか？もうこれはバースとかヨークとかいう問題ではないの。人間と魔族の戦争になるかもしれないのよ。ヨークへ行くには陸路とカイロのどちらかを選ばなければならない。ここから海へ行くのは無理だね。やっぱし山を越えるんか。道はあります。ただ最近では野生の魔物が増えていてかなり危険になっていると聞きます。でも他に道はないって。